君と僕をつなぐ魔法の声に狭い電話ボックスの赤ヒュルリが今風が鳴いてる一番高価な500円玉もこの時ばかりは役立たず10円玉の方がずっと偉いんだ君に会えるコーヒーガチャガチャと取り出し口に掴めている求めすぎてしまった後に気づく君の気持ちも一緒なのかな1時からカペルずっと教室ライブやってきましたが長いですねもう6時になります、はい、5時間ぐらいの長丁場ですが大トリ務めますアネモネですよろしくお願いしますいやーなんかこんなこうしんみり聞いてもらうと緊張しちゃうねもう楽しいですあーよかったよかった楽しいそれが一番ですねすごい楽しい、うんやっぱ4部結構しっとりした曲が続いてね
そう、そうですね、そう、次で盛り上げたいって言い、盛り上げますって言いたいところなんですけど、ちょっと今日は僕たち普段こう、なんていうんですか、キュートでノリノリみたいな曲ばっかやってるんですけど、明日、ステージ、銀嶺の盛況前のステージ、あの僕たちも出ることになったので、そちらで会えます。ありがとうございます。僕らの時だけ拍手がありますね。この間、さっきまでのなんかちょっと弱かったけど、僕らの時だけ拍手がありますね。嬉しいね。楽しい。よかったです。そう、あのステージ立たせてもらうにあたって、ステージと今日やる曲全部違う曲をお届けしようかなと思っています。なのでちょっと今日は普段のアネモネとは違うちょっと爽やかなテイストでいきたいと思います。はい、はい、では2曲目ですね。2曲目は打って変わって女性リードです。愛子さんの曲なんですけど、準備大丈夫ですか？大丈夫です。この前なんかその塾のバイトでバイトをやってるんですけど、生徒にどんな曲やってるんですか先生って聞かれて、まあこうやって普段練習してるからね、今練習してるのは愛子の曲だよって言ったら、天皇って言われて、ちょっと皇族の方じゃないんだけどみたいな。あの人って歌うんですか？歌わなさそうだよね。外出ただけでニュースですよ。そうそうそう、歌ったら大ニュース。もう、うん、やばいですよ、ね、やばいよね。号外出ます、号外。その愛子さんじゃなくて、愛子様じゃなくて、シンガーの方の愛子さんの曲ですね。はい、別にあの皇族の方の愛子さんが歌出してないですからね。はい、出してたら速攻聞きますから。普段の聴いてる曲とか知りたいですよね。どんだけ掘り下げんの皇族の話。面白くて。よかったよかった。じゃあ2曲目いきます。愛子さんで白い服黒い服でお聴きください。心ある日々、白い服も黒い服も
まあまあ、あの爽やかなテイストで今日は行くと言ったんですけど、さすがに大鳥なので5時間もなので大鳥なので、ちょっと最後はみんなで盛り上がっていこうかなと思います。もうリーあ噛んじゃった盛り上がる準備はできてますか？イエーイ。では最後の曲いきたいと思います。もうね、後ろの方でね、すごい目をつぶりながら聴いてる人とか多いんですけどね、寝てんのかなってなっちゃうので、ちょっと起こしましょう。皆さん立って寝るんですか？誰？そうそうそう、あ、流されたごめんごめん、言ったの白ひげしか知らないって言おうと思ったのに、ごめんごめんね。立って寝るの白ひげしか知らないって言おうと思ったのに、俺漫画読まないから全然わかんない、ね、ごめんなさい、ちょっと調子乗りました。はい、いきます。では最後の曲、皆さん盛り上がっていきましょう。
アンコールありがとうございます。ちょっと喋っててください。これさっき大滑りしてるからあんま喋りたくない。ちょっとゴンちゃんお水ちょうだい。喋って僕ら姉もね2年生と4年生のバンドなんですけど、この子と僕とこのアホみたいなやつが1年生で、この綺麗なお姉さんと綺麗なお姉さんとボイパがすごい人が4年生。ボイパのお兄さん、ボイパのお兄さん紹介雑じゃねなんですけど、一応もう行けますか。もうちょっと喋ります。もうちょっとです。喋りかけてください。去年の6月に僕ら結成をしまして、そこから1年半やってるかやってないかぐらいなんですけど、まあいろいろ外部のライブだとかにもいっぱい出させてもらって、はい、すごい、まあ多分サークル内で今あるバンドの中で離れしてるって言ったら、まあ僕らのバンドが一番なのかなっていうのはあるんですけど。2曲目めっちゃミスっちゃったけどね。まあ。いいっす。離れしてるっつうことで、はい、あれも演出の一つということ。そういうことでね、そう捉えていただければ光栄です。そう、去年だから去年の銀霊祭は今日の1曲目のコインで、はい、そう始まったんですね。そう、はい、そうそうそう、まあでも去年やった2曲目は明日ステージでのお楽しみということで、ぜひ皆さん明日ステージも来てくださいということで、ぜひね、お願いします。さあ、彼が前に立っているということは、ね、前、そういうことですね。そういうことですね。最後の男性リードで締めたいと思います。頑張ります。ちょっと M1 あんま騒がないでください。そう、騒ぐな。では最後の曲です。ちょっとこの夜のね、暗い雰囲気に似合うんじゃないでしょうか。似合うといいですね。スリーさんでハイタイムズです。お聴きください。
散る